んで行きましょうか。あー、はい、あれ、え、なんですか。いや、中場、お待たせしました。ただの観客が、酔っ払いがとりあえずステージに立ちました。関西ブルーソーロサマーズでございます。3人合わせて153歳でございます。さっきからずっとかぶりやがったからに、関西ブルーソウルスターバンド、イエーイ。110歳には負けねえぞってやつで。何やんの。あ、やっていいや。集中するよりも客いじる方が楽しいです。めっちゃいじられる。ああ、まあ、そういうことでとりあえず、まあまあまあ、5、6曲やるかもしれないけれども、まあ、とりあえずみんなざわざわしといてね。でね、あとね、グラスにね、あのお酒が ない方ペナルティーだから、ここね、あのお酒飲む盛り場だからね、とりあえずオーダーしてっていうことで、あのいいですか、今日はね、あのこの2人集中講義だからね。パッと飲んだら、パッと飲んだら、ね、周りの方もお酒ないですねとかって言われてね、お酒ないですね、お酒ない人入ってないですねって言いながらね、あのアスカ、村上、あの2人、ここの2人でじゃんじゃん飲ましちゃって、2人の金でね、まあ、かしこまりましたってことですね。マイク、これ最後どこに開ければ出てくる。てなわけで、あの、かすよと一で、あの、必ず出してきてね、この店に。では2曲目いきますよ。ちょっと待って、待つの。いや、いいんだけど、このベニヤが微妙な位置だって。いつもね、さあ、もういいよ、OK だよってね、じゃあやるよって、ちょっと待ってね。ちょっと待って、誠です。ここで酒を飲みたかったんや。
君らはね、あのグラスから手を離すのよね、いつ乾杯するかわからないから、だいたい二口くらいで飲めれば上等ということで、水とかで許してやるけどね。まあ、あのこの店に入って今日入ってみてなんか雰囲気が違うなと思ったのは若い子が多いなと思ったのと、今日はあの若い子来いって一番若い子がそこに座ってるのものすごく気になりましたですね。お前ちょっと、まあ、締め殺すぞこれ俺の MC が奪ってくるんじゃねえか。失礼しました。一人ポツンとなんか寂しそうなんだけど、なんか音楽がお楽しみそう、楽しまみたいないような顔をしてたのに、横になんか黒服の男の邪魔なガチコシが二人ほどいやがったのに、ということなんで、いや、関西クルソールさんは決してそういうキャラクターではございませんね。ちゃんとかぶせや、サンタクロスみたいな。いいですか、ちゃんとかぶせや、コンドームって。Oh, do that part.
実は関西人一人もいません。ザマミロって。ザマミロって。さっき振りでありましたね、今日ね。関西ブルースなんて関西に入ったのバンドなんかあるようなので、まあ、関西の歌を歌ってみようかななんて、非常になんか今日ネタ潰しかなと思いましたけどね。実にネタ潰しじゃなくて、ネタ汚れでございまして。右からというか、あの対局左から。どうも、お疲れ様。仕事から帰ってきてさ、飲んだの飲んでなかったんだよ、もう。ハッピーひろしご立派なこと、50歳になりまして、出身はどちらですか？出身は北海道ですね。北海道だそうです。釧路です。釧路です。関西ではない。それから、ご立派まことも違った。ホッピーひろしさっき言ったような気がするけど、ホッピーひろし、いくつだったの？いや、まあ、いろんな感じ。まあまあまあ、いろんな感じ。とりあえず、平均で一番上げてるということで。ネタバラシするの？ネタバラシね。はい、どちらですか、お国は？九州ですね。九州ですね。はい。はい、九州です。関西人ではございません。大分県です。申し訳ございません。なんで申し訳ございません。あ、そう、ロクさんが、いつも忘れるでしょ。忘れてそのまま次一緒になるよね。そのまま歌に行って、俺は誰なんだって話。あの、ロクさんって言います。ありがとう。ロクさん、ありがとう。
長崎出身で長崎です。長崎よりおりませんので。ハウスをテンボスみたいな。ハウステンボスです。ハウステンボス。ということで今日関西から来られた方は手を挙げて。はい。あ、違う。ね、東京ってね、あのいやなんか、まあ、ルツボみたいに言われてるけどね、関西人今日一人もいないですよ。やっぱね、小田急相模原ね、関所があって関西人はね、ちゃんと普段せき止められてるって言ってるということです。まああの、そのうちなんか刺されそうだよね。まあね、ということで関西人は一人もいない関西ブルースオールスターズバンドでございました。あのグズグズしてるのがあのグズグズしてるんではなくて本当にグズグズしかできないということです。リクエスト待ってますんで。リクエストされても譜面台の中にあるものしかやりません。手塚さんリクエスト待ってますんで。ちょっと村上さん今度からちゃんとボーカルマークつけといて、インカムでいいから、もううるさいから、もうで、いや、そうわかりました。
俺ちょっとほらビール頼んでくるし。あ、ビールもそう。今ビール頼んでたんだ。そう。じゃあ俺もそう。村上さん、ビール頼んでいいですかね。そこでほらみんなで、俺も言わないと。俺も俺も。お前らノリ悪いな、ほんまに。分かんないよ。ということでオーダータイムです。空の下はビールのオーダーしてください。っていうか本当君らビール来たら歌っといて、ね、僕俺剣あっちやんねん。あんねんって。いやあっちね、あっちの方にね剣置いて。剣置いてたんすね。剣あ、じゃあ僕らは行きますか。剣取り行きますか。うん、あの俺はあのあここに、ね、僕ここに剣があって、あ、そうなんだ。はい、あのさっき剣持ってきました。ロクさんは何だっけ。体で払うのか。本当にいいのかそれで。あ、わかんないけど。まあまあ、君は僕がいて、君がいて。僕がいて、君がいて。あそこに剣があるんだ。分かったよ。僕がいて、君がいて、あそこに剣がいるって。あ、でもじゃあなんかやったのか。はい、お願いします。先にあげるよ。いやいや、今撮るんだから大丈夫だよ。そうだ、後ろ向いたらお客さんに分かんないから前向いて言った方がいい。いやいやいや、そうじゃなくて、歌えないじゃないですか。えいや、いい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 、何が、分かんない、聞いてなかった。皆さんの進行が全然分かってないんで。進行は分かってないんだけど。あのこれ進行じゃなくて、本当にあの普通でやってますから、ね。毎回毎回ね。まああのうちあの3人ともボーカルやりますんでね。あ、次はあの3人ともボーカルやる。3人ともボーカルやります。今度あのゴリッパマコトがあのボーカルをやってくれるそうなので、はい、でホッピーひろしが何をグズグズしてるか知らないけれども、ダサいみたいな、ダサいみたいなね。出さないとやっぱり。律儀なのか、あのなんか ブサイクなのかよくわからない。皆さん、グラスにお酒は残ってますか。もうちょっとやりますからね、乾杯。お前、早いんだよ、お前。自分でいい、はい、せーの。乾杯。トンがちょっと、なくなっちゃうよ、なんか。じゃあ、ロクさん、ちょっとトイレタイムみたいな。いや、言わないで。いや、すみません。ステージの最初。トイレだ。超前だね。Dim dim 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 d
ことで語りましょうよ。浮いた話の一つや二つ、夕暮れ浮かぶうどとんぼりよ、うどとんぼりよ、うどとんぼりよ。大丈夫ですよ。うん、まあなんとか。いろんな事情があるから俺。懐かしい。懐かしい。セッションするよ。クリーニングビューティーベイビーをやりますから、ギタリストの皆さんを集合してください。キーは A でやります。まとめて来るまで、ね、はいはい、クリーニングビューティーベイビー、キーは A だ、 A A でもいいよ。皆さん待ってますよ。来るまでやってますから。待って待って。クッソしてる。クッソんでまたベッドまで行く。朝から晩までスモーキングブギー。朝から晩までスモーキングブギー。スーパーとスモーキングブギー。あ、いますか？みんな入ってないもん。もう A の
スリーコードの曲を2曲やりますんで、上以外ないですから、もうあの手塚さんのリクエストにお応えして、俺はもう A しか弾かないのか。A とカッティングだけで頑張って。頑張るよ。ああ、それ見たときあるね。うちにある、うちにある、うちにある。だいぶ古いで。これもしかすげえかっこいいけど、マジじゃないですか。違います。ここはあの、いいですか、音通した方がいいんじゃない。え、音通した方がいいんじゃない。通した方がいい。通した方がいいです。ガン見はしてはいけません。ガン見したって何も出てきませんなんで、いいですか、完全ブルースはね、一つだけね、皆さんにコツを教えます。いいですか、あの出演者があの演奏してる時に皆さん横でいろいろな感じで隣の人で話をしたことがありますよね。なんであのバンドとか、とかイケメンとか、なんか隣の女の子めっちゃ可愛いとかね、まあ、ありますよね。それを総称してザワ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 ついてる状態。いいですか、皆さん練習しますよ。こちらまだセッション整ってないときは一斉のでザワ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 、そういう感じですよ。これね、あのね、あの皆さん、あの観客に教えたくて、アーティストの皆さん、これをね、現場でやらせるって本当すごく楽だから、ライブが緩くなって。こういうなんですかね、こういうあの時間を潰してるわけじゃなくて、僕はね、あの寂しいから喋ってるだけなんですけどね、まあね、とりあえず、さあ、まあ、はちゃめちゃになろうか、なんとやろうか、やってみましょう。はい、曲は客なんか無視でやるのか。A のスリーコード、 A のスリーコード、 A のスリーコード、じゃあ、タコのテンポとって好きなアーティストやったな。多分ね、毛色違うけど、こいつがやの主人公。ええ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 I'm not afraid to die.
ついたやつ、いちごの模様のついたやつ、黄色いリボンのついたやつ、あそこの部分の削るの
題線で書いた途中でアルサルの群青に絡んだ泣き状がポーカーをしようと言ったのでオカマのゴロちゃんと朝までやってしまった結局5000円負けてしまった有山に6000円返しただけかな何とか返してくれと言ったら3000200円返してくれたセッションタイムめっちゃごまかしてる。まさかここ。
で音が漏れ全部でなんぼやどうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。